純正コントローラーで同じやっぱバインドでやろうとしてもきついってことだ。あ、強いよ。とんでもないダメージ出た。完全に文明の利器を手に入れてしまったわ。コントローラーは今これですね。 XBOX エリートコントローラーってのを使ってます。まあ、結構みんなこれっぽいね。まあ正直言うと俺はこの今エリートのコントローラーの良さがまだ分かってない。まだ今使い始めたばっかだしね。何がいいのかはよく分かってない。まああとは俺が慣れて打ち合いに勝てるようになるだけだな。頑張って打ち合いに慣れて、あとはレベルを上げまくろう。おお、なんだこれ。え、すげえ。は、取れたんだけど。取ってやるのか。これカバーか。なるほど、カバーだった。ただの、いやでも深い世界だよ本当に。マジで深い。カリスティック上下、上下スティックよりあれだわな、あっちが気になるわ。矢印キーがなんか位置が違うのが気になる。つまりやっぱ十字は左上にあった方が俺は感覚的にはなんかこう丸いというか、握りやすさはそんな感じないな別に。なんかスティックがいいね、一番いいのは。スティックがなんか操作しやすいわ、純正のコントローラーと比べて。なんかこうサクサク動く感じがするね。なんか今までのコントローラーはなんかコントローラーの隙間になんか醤油が詰まってるみたいな感じだったけど、今のコントローラーはなんか何もこう詰まってない感じがする。多分この感覚マジで分かるはず。純正のコントローラーよりそのあたりはめっちゃ良さそうだな。何かがめっちゃ変わったかって言われたら、まあちょっとまだ違い分かんないけどね、言うて。あとね、押し込みがやりやすいね、スティックの。純コンだとなんかすっげえやりにくくない？硬い感じはあんましないね、むしろ柔らかい感じがする。なんか純正のコントローラーより、押し込みがめっちゃ柔らかいのいいね。ジャンプしやすいわ。だからこれあれだよね、ここのキーに入れてるんだよね。純正コントローラーで同じやっぱバインドでやろうとしても、エリアスキャン値、敵を確認、きついってことだ。敵のシールド終わったわ。終わってんじゃない。あ、強いよ。これ腰打ちで勝てんのやばくね。3人いるにはでもやっぱむずいな、試合だと。バランスはいいのは伝わってくる。ははは、え、この距離いらないの ADS。 おかしくね、さすがに。あの距離ってどうなの、覗かない方がいいの。ありえないダメージ出て死んだけど。すげえな、当たるもんなんだな。割と適当に今打ったんだけど、思ったより多分腰打ちの距離は長いな。結構腰打ちに頼ってもいいっぽい。この感じですか。まあまだまだじゃないですか。まだその自由に動かせる段階まで来てないから、自由に動かせなくても割と打ち合い勝ててるのやばいと思うけどね。ポテンシャルはやっぱあるね。まあでもやっぱ4-3の近距離の強さってのは今日やってみてやっぱわかるな。3-2だとやっぱ追いつけないシーンがね結構出てくる。エリコンのスティック、え、これどうやって高くすんの。ああ、フリーク届きましたわ、まさかの FPS フリークボルテックス。これをつけるんですよ、これここに。ブシュッ、あ、え、あれ、こういうことじゃない、つけ方間違えてる。なんだこれ、なんか大きさ違くないこれ。ちょっと待って、パッドで違うのこれ。え、そうなの、騙されたわ。ファストオール PS5 プラス PS4 コントローラーズって書いてあります。ありがとうございました。これに入ってるってことね。これでスティックの高さを変えればいいってこと。おお、すげえかっこいい。 X って書いてある。 X で、うわ、なんかやばいの入ってんじゃん。なんこれすげえな。え、めっちゃえぐいんだけど。ペンの台座みたいなの入ってる。何に使うんですかこれ。台座が出てきたんだけど、なんか、え、これどれですか。ちょっと待って、どれ。あー、そういうことね。これっすか、これをつければいいのかな。あー、そういうことだ。ほら見て、進化した俺のコントローラー、こういうことでしょ。めっちゃシュールだけど、これなんすか、レリーフみたいなのあるけど。あー、なるほどね。はい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 、あー、なるほどね。
あ、これめっちゃ大事じゃん。これなくしたらやばいやつやん。背面パドル、これっすか。これこれでスティックの硬さいじれるの。サムスティック調整ツールを利用して3つのサムスティックテンションの設定のいずれかを設定します。時計回りに回転させるとテンションが増します。反時計回りに回転させるとテンションが軽減します。これで上げ上げにすればいいってことね。いくよ。あ、いいね。これで上げ上げだね。あ、めっちゃ簡単じゃん。左スティックは移動だから緩くすればいいか。ガッチガチにしてやった。43リニアで。え、こういうこと？なんすかこれ。え、こういうことですか。これが背面コントローラーってこと？あ、そういうことか。完全に文明の利器を手に入れてしまった。よっしゃ、もう完璧やん、これで。使わんしょ。捨てるわ。ふざけんな。スティック高いといいな。これスティックの高さだった、俺に必要なの。今、フリークつけないで見てください。えのきだけみたいな状態になってます。これで完璧なはず。確かに、これ、背を高くすると、だいぶ細かいコントロールしやすくなるわ。他の部隊が撃ちまくるよ。リロード中だ。あ、お、なんか めっちゃいい感じじゃね。最後のパーツはフリークだったっぽいな。フリークつけたらマジでいい感じだな。もうちょいちょっと高めてみるか。明らかやっぱね、ダメージはね、やっぱ与えやすいよね。まだこの段階でも。まあ慣れだよね、多分ね。カジバットめっちゃいいね。間違いなくいいね。まあ1日目より単純に上手くなったってのはあるかもしれないけど。敵が近くに着地した。細かい操作しやすいわ、このフリークつけてから。新しい変数を導入し、敵を確認。撃たれている。とんでもないダメージ出た。まあ問題あそこまで持っていけるかなんだよな。まだその技術がね、あんまりないから。進化を発揮できるような立ち回りってね、マジで違うっぽいんだよね。キーマーの動きとマジで違うから、すごい独特すぎて慣れないわ。普通の多分 FPS の動きとはかなり違いそう。近距離に持っていくみたいなのがなんか変な感じだしな、割と。俺まだはキーマウの多分立ち回りがだいぶ残っちゃってるから。なんかね、エイムが悪くなったわ、なんか背面パッド使うようになってから。今日いろいろ設定変えてやっと思ったのは、多分設定とかの問題じゃないってことが分かった。これ慣れが足らなさすぎてるね。まあ、逆にどの感度でも当たんないんだったら、まあもう43リニアでやってもいいんじゃねと思った。まあ、クラシックの方が当てやすいみたいな話だったけど、割とそんなこともなかった。視点は安定するけど、当てやすさには別に繋がってないかな。やっぱこれが今のところ一番いい設定だな。まあ普通だな。なんかすげえ普通の設定だな。